と稽古しないと。真面目だね。ま、私は凛の気の抜けた芝居嫌いじゃないんだけど。気は抜いてるのはメグの前だけだから。バーブちゃん、お味の方はいかがでございまちか。まあまあ、とってもまでちゅ。こんなこと絶対メグの前でしかしないからね。バーブちゃんの食べ方やって。あ、私もう高校3年生だよ。先輩さんにやってほしい。可愛いと思うけどな。幼馴染特権だからね。ありがたいと思って。ありがとうございまちゅ。